たです。トリポキュー、やーやーおおおおやーやーお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 ー、はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さん、ついにこの時が来ましたよ。今回ばっかりは許してほしい。この武器を使うことを許してほしい。僕はね、現在全武器の迷彩解除をチャレンジでやってるんですけど、いよいよね、ショットガンの番がやってまいりました。今回許してください。めちゃくちゃショットガン使いたいと思います。で、動画でショットガン上げると、お前のせいでまたショットガン流行ったじゃねえか、おいおいって言われるんですけど、でも正直言って、前作、別に僕動画ショットガンとか上げてなくても、めちゃくちゃショットガン多かったんですよ、日本サーバー。これ不思議なことに、日本のゴールデンタイムになると、ショットガンすごい増えるんですよ。もちろん別にショットガン使うことが悪とかそんなことは僕は全く思ってませんよ。だってね、ショットガンなんてゲーム内にある武器だしね。ただね、僕が思うに、ショットガン前作強かったのは、極端にマップが狭かったからじゃないかって思ってるんですよ。で、今作のマップは昔のね、旧モダン2マップになったので、基本的に今までの平均的なマップの広さになりました。なので、現状そこまでショットガンっていうのは猛威振るってないんですよね。だからマップの広さね、このぐらいのまま通した方が絶対いいです。で、ここでね、多分途中どっか狭いマップとか追加されたら、多分ね、ショットガンめちゃくちゃ増えると思うんで、それはね、マップのせいです。決して僕が動画上げたからとか、そんなわけじゃないと思います。はい、それでは、行きたいと思います。前置き長かったね。レッツゴー。さあ、というわけでやっていきましょう。ファベーラハードポイント来てしまいました。一番多分モダン3というか、まあ、旧モダン2マップなんですけど、そちらの方で、ショットガンに適してるマップと言えるでしょう。さあ、このフラグは避けつつ、今そこいたから、はいはい、ダブルキル美味しい、ありがとう。さあ、どんどん行きましょう。ショットガンですからね。もう前、とつってなんぼですよ、これ。さあ、多分この辺絶対来るから、これ。ほい、ほい、ほい。やっぱちょっと覗かないと死なないのかな、これ。ほとんど。さあ、フラグ投げて、手前にはいないこと確認。はい、いいでしょ。これ絶対顔出してくるよ。顔を出して、来ないですね。そこカバーしてあげて、これ、来ますよ。来ないですね。じゃあ次、センターですね。いや、危ない！いや、1キルは取れた。でも、やっぱ一発で死なないな。やっぱりね、ショットガンの、この強さ問題っていうのは、まあ、前作のマップがね、やっぱ狭すぎたっていうのは、やっぱ、すごくあるんじゃないかなと僕は思いますね。くっついてる。完璧。さあ、ショットガンといえば、角待ち。おいしょー、いなかったです。トリポキュー。やべ、今いたね。これいけるかな？削ってからの？ふぅーおーほー、もうちょっとかっこよくできた気がするが、さあ、裏取り？なんかピピピピピってる。はぁー、なん、あれか、ハンターキラー的なね、やつがあるんですよね、BO2 みたいな。意外と使ってる人多いんだよな。さあ、ここ。あ、出るの怖いとき。そんなとき、こうします。はい、スモークですね。スモークはね、煙を焚くんじゃないんですよ。壁をね、いつでも作れると思って使ってください。あ、こんな感じ。あ、こんな感じ。入り込んで。こんだ。こういう感じ。これはショットガンの距離。削って。完璧です。立ち回り、これが。立ち回り。よし。一旦このまま。危ないね。フラグ避けつつ、もうみんなでエリア入っちゃおうか、これ。もうみんなで入っちゃおう。裏来たら非常にもう終わりですけど、そこドア閉めようね。ちゃんと閉じまにしていこう。さあ、意味ないけど、デスタも使っちゃったりして、多分ここ入ってくるんで、一回閉めましょうね。閉じまり。完璧。もうエリアの守護神。さあ、今のフラグは全く当たらない。味方これ、トロフィー焚いてくれてんのかな？最高ですね。閉めましょうね。しっかりね。はい。もうこれ敵入れないんじゃないか？はい、閉めましょうね。こういうこと、こういうこと。まあ、これ、僕が敵サイドでこんなことやられたら、まあ、スライディングで勝てはするんですけど、まあ、安全に行くならフラグ使ったりとかですかね。ここはショットガン届かない？さあ、エリアなんか入ってきたぞ。大丈夫か？それ下も赤点あるぞ。上かな、これ。こんにちは。よいしょ。おー、これはちょっとね、無理です、ショットガンは。で、ショットガンせっかく持ってるから、
こう行って、こう行って、こう行って。まあ、このエリアどうしても無理ですね。じゃあハンドガン使わせてください。これはさすがに。さすがにね。今作ほんと落下して全く知らないんだよな。どんな足腰してるんでしょうか。まあ、点差は圧倒的。これはまあ僕のエリアの守り防衛のおかげじゃないでしょうか。さあ、リロードして、上失礼しますよ。この辺いそうじゃない？だいたいここいるんだよな。これどこだろう敵。やったのかな？ナイス。ここはジャンプ行かせてもろて、ほいほいほい。ここ登ってくるやついそうだったから、ちょっと見ちゃったりとかして。エリアはとりあえずフラグ入れて。えらいね、みんな、入ってますね、あれを。あれを。当てた。外した。オーケー。なんで今の当たんなかったんだろう。よし、デッサ使って、裏取り行っちゃおうかな。この辺いそうじゃない？次のね、ダッシュ後になんか2キルみたいなやつだった気がしますね。キャーやー。どこだ敵。敵どこ、これ。全正面かな。いる、裏取り。いやなんて簡単なお仕事。これ下にいますね。いやショットガンなので、裏取り行っちゃおうかな。スモークもあるしね。タイミング的には今か。これ、あえて撃たないようにしようかなと思ったけど、こっち見ちゃったから。スモーク焚いて。いやトロフィー焚いてる。偉いな。いやいやおおおおおモンタージュ、モンタージュ。今のキルはモンタージュ。あ、ちょっと待って。危ない。もうこういうところはね、しっかりと、ハンドガン使いましょうよ。せっかく持ってるんだから。これ、奥に投げてさ、あ、無理か？無理でした。ワンチャンこっちから行けるかも。いやー、いやー、おー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 イモティー。おい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 。どうだ、まあ、そのか、いやーうおー、ちゃんとカバーに来る。偉いですね。待って、負けてる。え、待って、なんで負けてんの。な、え、なんで負けてんの。待って、後ろ湧いてるやん。いやーいやー、ちょ、なんで負けてんの？おかしい、おかしい、おかしい。この仕事量で前半もかなりのエリア貢献して、なぜこの点差に。ちょっと待って、落ち着け。あ、終わりました。あ、ゴールド終わりました。ゴールド終わったということは、このショットガンもう使う必要ないんですよね。ちょっと次のショットガン使おうか。そしたらね。よし、今エリア行くぞ。ちょっと待ってろ。これ、このフラグまずい。このフラグが天井に引っかかって。このショットガンは、待って、これ地雷あるわ、上に。地雷。もうエリアで角待ちすることしかできない、今僕できることは。グレーやばい、グレーやばい。でもいいキルだ。待って、リス変わっちゃったな。これ正面やるしかない。ちょ、待ってね。なぜか逃げてったわ。これフルオート？セミオート？フルオート？どっち？やばい。このエリアでは終わらないから、ちょっと無理しない程度に、まずい。次センターかな、これ。よし。センターともなれば、僕の出番や。いや、このショットが弱いかもしれん、めっちゃ。待って、こっち来ると思う。よし、これだけ先やっちゃおう。これは、オッケー。止めて。よし、ちょ、前で守ろうか、前で守ろう。みんな顔出すなよ。オッケー。なんだこれは。いや、ちょっと位置変えよう、これは。同じ場所にいるのが一番危ないので、こう行ってから、フラグでダブル蹴る！よいしょ、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 
よいしょ。あー、これ無理か。無理か、無理か。待って、絶対こっち来る、絶対こっち来る。カモン。いや、これは立ち回りでしょ。アドバンス出た、アドバンス出た。しかし、あの距離はショットガンでは倒せない。味方と一緒なら、いけるか？よしよしよし。よし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 。待って、間に合うか。待って、正面の人いるけど、多分、僕のことを見る余裕ないと思う。エリア的に。あー、嘘！待って！負け、なんで？なんで？どうして？待って、でも、僕69キル、1分14秒です。ノブキー使ってたら勝てたな、これはな。迷彩解除は進みましたね。あ、一瞬で終わりました。いやー、いよいよですね。迷彩解除も本当に終盤。もう残す武器ほんと少ない。まあ、ナイフもね、今回なんか簡単なんですよね。基本的にこれ簡単。いけるいける。もういける。いけます。これ迷彩解除終わります。やっぱりショットガンは気持ちいいですね。